こんにちは、めんだこです。はい、今回は隠れ工房グリーンオーシャンさんのアルファベットシェイカーモールドを使用したいと思います。このモールド発売当初からめちゃくちゃ人気ですぐ売れ切れちゃったんですよね。このコロンとした丸文字がすっごい可愛いですよね。今回アルファベットモールドに封入していくのは私のポケモンパンシールのコレクションの中からこちらタモさんを封入していきたいと思います。いやー、タモさんほんと可愛いですよね。アニメでどんな感じで出てくるのか今からめっちゃ楽しみにしてます。タモさんの P で作っていきたいと思います。レジンの作業を始める前にタモさんの準備をしていきたいと思います。まずは作りたいアルファベットにあらかじめレジン液を流して硬化しておきます。タモさんに先ほど作った型を当てて位置を調整します。お顔が綺麗に見える位置で固定したら目打ちなど先の尖ったもので形を描いていきます。ずれないようにしっかり押さえてくださいね。目打ちでつけた印の少し内側をカットしていきます。チョキ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 。あー、ごめんなさいパモさん、ごめんなさい。はい、カット完了しました。では次はレジンの作業に入っていきます。使用してるレジン液はみんな大好きマサルの涙です。今回は着色剤の代わりに隠れ工房グリーンオーシャンさんのやべえ粉カラーオレンジ色を使用したいと思います。やべえ粉カラーはラメがキラキラするのはもちろんなんですが、ほんのり色がつくところがすっごく可愛いんです。しっかり混ぜたらエンボスヒーターで気泡を飛ばしていきます。 P の枠にレジン液を流していきます。レジンがドバってなっちゃいそうだなっていう方はスティックで少しずつ入れてもいいと思います。気泡を取り除いて硬化します。硬化完了したらレジン液を薄く出します。レジン液を全体に広げて気泡を取ったら硬化します。さらにレジン液を薄く出し全体に広げていきます。タモさんをレジン液の上にドボンします。しっかりツンツンして気泡を押し出していきます。この時はみ出してきたレジン液でタモさん全体を覆っていきます。レジン液が足りない場合はレジン液を足してください。全体を覆い気泡を取りタモさんの位置を調整していきます。位置が決まったら裏表硬化します。モールドいっぱいにレジン液を流していきます。気泡をしっかり取って硬化していきます。硬化完了しました。見てください、ツヤツヤです。モールドから外していきたいと思います。硬化したレジンが温かいうちにモールドから外すとモールドの劣化につながるので、レジンが冷めてからモールドから外してくださいね。よいしょ、めちゃくちゃ可愛い、大成功です。ポケモンパンシールって何にも加工しなくてもレジンに封入できるし、発色がめっちゃいいから最高ですよね。今回シェイカーにオイルを入れようと思ってるので先にヒートンをつけていきたいと思います。電動ピンバイスでドゥルルルルルーと穴を開けていきます。ヒートンに接着剤をつけて穴にヒートンを差し込みます。接着剤が乾くまでしばらく放置しておきます。封入を入れる前にフィルムをカットしていきます。枠に合わせてマジックで形を描いていきます。ちなみに私は枠の内側を描いていくタイプです。線の少し外側をカットしていきます。よく聞かれるんですが、使用しているフィルムは隠れ工房グリーンオーシャンさんのこちらのフィルムです。10枚セットで買うとめちゃくちゃお買い得です。フィルムのカットが終わったので次は封入を入れていきます。シェイカーを作るときって封入何を入れるか考えるのがめちゃくちゃ楽しいですよね。あんまり入れすぎるとパモさんの顔が隠れてしまうのでこれくらいにしておきます。封入が入れれたので枠にレジン液を塗っていきます。このモールドの枠結構細いのでスティックで少しずつレジン液を塗っていきます。はぁ、封入の間から見えるパモの顔かわいいな。レジン液が塗れたのでフィルムを貼っていきます。フィルムの位置を調整したら硬化します。フィルムが浮いちゃうよって方はピンセットなどで押さえながら少しずつ硬化してみてくださいね。じゃーん、硬化完了しました。綺麗にシャカシャカしてくれてます。オイルを入れる前にしっかりフィルムがくっついてるか確認してくださいね。大丈夫そうなのでオイルを入れていきます。注ぎ口に付着したオイルをしっかり拭き取っておいてくださいね。レジン液を注ぎ口につけて素早く硬化してください。ライトをあらかじめつけておくと硬化がスムーズに行えます。何回かに分けて硬化して完全に注ぎ口を塞いでやりましょう。硬化完了しました。中の封入がゆっくり動く感じがめちゃくちゃ癒されますね。透明のストーンはオイルを入れると結構透けちゃって見れなくなるんですけど、近くで見るとキラキラしてるのがすっごく可愛いのでお気に入りです。表面には電気ポケモンっぽく稲妻マークを貼ってみました。レジン液を出して
コーティングしていきます。コーティングの時、レジン液が少なすぎると表面がデコボコになったりします。でも逆にレジン液が多すぎると垂れたりして、もう大惨事になるので本当に大変。コツを聞かれるんですが、もうこればっかりは自分の経験としか言いようがないので、皆さんたくさん作ってコツをつかんでください。表面張力と友達になりましょう。しっかり気泡を取ったら全体に広げていきます。最後に気泡をチェックして大丈夫だったら硬化します。じゃーん、裏面とサイドもコーティング完了いたしました。裏面のパモさん見て、めちゃかわいい。ポケモンシールって裏面から見てもめっちゃかわいいからいいよね。キーホルダーパーツをつけていきます。丸カンすぐ外れるんやけどっていう相談結構来るんですけど、私は二重カンを使うようにしてます。キーホルダーがついたら完成。マモさんのイニシャルシリカーキーホルダーの完成。ふっくりツヤツヤでめちゃくちゃ可愛いし、何よりポケモンパンシールのこのパモさんがめっちゃ可愛い。ただ単にそれをめちゃくちゃ大声で言いたいがために作ったシェイカーです。世の皆様にパモさんの可愛さを布教するためにカバンにつけて持ち歩きたいと思います。皆様もぜひお使用アルファベットシェイカーに閉じ込めて持ち歩いてくださいね。今回使用したものはいつも通り概要欄に URL を載せておくので参考にしてくださいね。皆さんもしかしたら気づいてないかもしれないんですけど、今回私ショート動画みたいな声で喋ってるんですよ。いつも通常動画は自声かテロップのみだったんですけど、結構ショート動画みたいに喋ってほしいっていうコメントをいただいてたんですよ。でもショート動画はスマホで作ってて、通常動画はパソコンで作ってるんで、ソフトが違うからどうしたらいいかなって思ってて、結構いろいろパソコンの方のソフトをいじってみて、やっとたどり着きました。どうでしたかね、これ楽しんでもらえましたかね。もちろんね、あの合成音声が苦手な人もいらっしゃると思うんで、テロップはつけてあるので苦手な方は音声をオフにしてくださいね。ショートみたいでおもろかったよっていう方はぜひグッドボタンお願いします。いつもコメントとかもすごく励みになってます。ありがとうございます。それでは今回の動画はこの辺でおしまいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。